ナコンラチャシーマ駅は、太陽国遺産地方、ナコンラーチャシーマー県ムアンナコンラーチャシーマー郡に、ある、大国有鉄道東北本線の駅である。駅は、人口45万人が暮らす、ムアンナコンラーチャシーマー郡にあり、県庁所在地である。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。 バンコクから 263.65km 地点に位置し、特急列車利用で4時間15分程度である。通常は1日38本の列車が発着し、正月や、ソンクランの日には臨時列車がある。2008年には約80万人が利用した。当駅を中心とするローカル列車の運行もあり、機関区も設置されている。 当駅の隣のタロンチラ駅及び二駅下り方のバーン港駅にはコンテナ貨物の取扱施設が設けられており、コラート地区に発着する貨物を取り扱っている。約110年前の1900年12月21日に東北本線の最初の計画区間であるクルンテープ駅ナコンラチャシーマ駅間が全通し、以後渡り駅の歴史がスタートした。当初は、 コラート駅と呼ばれていたが、1934年に、現在の駅名に改称された。開業後当駅よりウボンラーチャッターにまで延伸させることになり、最初の工事区間であるターチャンまでの区間が1922年5月1日に開業した。この時点で当駅は終着駅から中間駅となった。第二次世界大戦時に爆撃を受け、 破壊されたが、1955年6月24日に再建された。単式及び、島式2面の複合型ホーム3面5線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。駅前の蒸気機関車261号機駅前に、退役した蒸気機関車261号機が生体保存されている。ありがとうございます。